ドジャースの大谷翔平選手が現地22日本拠地ドジャースタジアムでのダイヤモンドバックス戦に2番 DH で先発出場、得点圏で凡退するなど、この日は4打数1安打の成績で打率は3割5分4厘となりました。なおチームは投打が噛み合わず0対6で敗北、ダイヤモンドバックスとの3連戦を負け越しで終えています。大谷選手は初回第1打席で先発のヒューズ投手からレフト前ヒットを放ったものの、その後の3回第2打席はワンアウト2塁の場面でセカンドゴロ、5回の第3打席はノーアウト1、2塁で初球に手を出しセンターフライに倒れました。また7回の第4打席もファーストゴロと、この日は4打数1安打となっています。ただ MLB 公式のサラ・ラングス記者は X でシーズン最初の50試合で打率3割5分以上、10本塁打以上、10盗塁以上をマークしているのは1900年以降では4人だけと大谷選手の偉業を紹介。これまで達成しているのは1958年のウィリー・メイズ氏、1997年のラリー・ウォーカー氏、2005年のブライアン・ロバーツ氏、2018年のムーキー・ベッツ選手の4人だけとなっています。この異次元のスタッツには地元放送局スポーツネットロサンゼルスの解説を務めるオーレル・ハーシュハイザー氏も驚愕。同氏は、本来は打率2割7分の選手なのに打率3割5分を打っていればほとんどの場合その選手は鼻血が出ているように見えますと力説。続けて、しかし彼の場合鼻血が出ているようには見えません。彼はどんどん良くなっています。首位打者を取れるかもしれませんと独特な言い回しで大谷選手を褒めちぎりました。実況を務めるジョー・デイビス氏が、あなたは彼のことをファイブツールプレイヤーと言っていましたが彼はグラブを使っていませんよと問いかけると、ハーシュハイザー氏は、彼の素晴らしいところは本当に打率3割5分を打てる選手のように見えるということですと脱帽。これにデイビス氏も、グインのように打ち、ルースのように粉砕し、ヘンダーソンのように走っていますね。彼はグラブを持たずにシックスツールプレイヤーになれるかもしれませんと驚くべき総合力を絶賛しました。試合後、投打が噛み合わず負けてしまった今日の試合に対し、ロバーツ監督は、フラストレーションのたまるカードだった、明日は休みでリフレッシュして次の試合に臨むと悔しさをにじませましたが、ドジャース相手に勝ち越しを決めたダイヤモンドバックスのトーリ・ロブロ監督は、彼らは素晴らしすぎると無失点に封じたにもかかわらず、ドジャース打線を称えると、今カード3試合でベッツ選手、大谷選手、フリーマン選手の上位打線を33打数8安打の打率2割4分2厘と封じたことについては、私たちはできる限り彼らをコントロールすることができたと投手陣を褒めつつも、彼らを完全にシャットダウンするのは不可能だ、無理だ、彼らは素晴らしすぎるとドジャース打線を大絶賛しました。たとえ勝てたとしても次も勝てる保証はないと感じるほどにドジャース打線が怖いということなのかもしれません。また1戦目の先発で起用された中継ぎ左腕マンティプライ投手は、初戦こそバント安打を許しましたが、2戦目3戦目ともに大谷選手を抑えました。3連投で大谷封じとして起用されたマンティプライ投手は、彼はとても積極的、いいボールを投げられたとしてもダメージを与えられる、ここ数回に関しては僕にとってもチームにとっても幸運なことにいい方向に働いたと謙虚に語ると続けて、誰でもアウトにできるのは嬉しいけど彼をアウトにできていい気分だよ、メジャーでベスト選手の一人だからねと爽快に振り返りました。そんな中、試合中にベンチで大谷選手が見せた表情が話題となりました。5回表にベンチ裏に下がっていた大谷選手が通路からベンチに戻ってくると、ファールボールが大谷選手の頭上を通過し、慌てて頭を下げて避け、一瞬ヒヤリとするシーンがありました。間一髪避けた大谷選手は驚きの表情を浮かべながら突然の出来事に呆然と立ちすくんでいました。また0対3とリードされた5回、ノーアウト1、2塁の第3打席にセンターフライに打ち取られた大谷選手、ベンチに戻りベンチ裏に移動しようとすると、3番のフリーマン選手のファールボールがベンチへ一直線、またも大谷選手のそばを通過し、なんとかこれも座ってかわした大谷選手でしたが、
この日2度目のファールボール強襲に、さすがの大谷選手もムッとした表情を浮かべていました。ベンチでの大谷選手の様子は、前日にも大きな話題となりました。前日のダイヤモンドバックス戦の8回、大谷選手がベンチでヘルメットをかぶって打席に向かおうとすると、控えメンバーのロハス選手が大谷選手を制してヘルメットとバットを持ってベンチを出ました。ロハス選手からのまさかの代打宣告を受けた大谷選手はキョトンとした表情で、これを見たテオスカー・ヘルナンデス選手が大爆笑。その後、ロハス選手がデータ分析担当兼通訳のウィル・アイ・アントン氏にドッキリを説明し、事情を理解した大谷選手は笑いながらベンチを出ていくという一幕がありました。このいたずらについて試合前にロハス選手が話しています。ロハス選手は、チームメートの気持ちをほぐしたかった。負けている展開だったけどね、時には笑うことが大事。その前の試合で翔平がバントをした、左腕のマンティプリーがブルペンで準備していた。同じバントなら自分だと。翔平は驚いて監督の方を見ていたね。冗談だし、いたずらだよ。もちろん我々は勝つために戦っているんだけど、シーズンは長いし、楽しむ気持ちを持つことも大切なんだ。と説明。また、どのタイミングでやるかを考えていた。左投手が出てきそうだったし、完璧なタイミングだった。翔平はショックを受けているように見えた。とにやり、以前にも同様のいたずらを仕掛けたことがあるとし、去年もフレディ・フリーマンで同じことをやったよ。と笑いを誘いました。仲良しのチームメートにいたずらを仕掛けるのが好きな大谷選手ですが、今回は逆の立場となってしまったようです。昨季まではエンゼルスで、プレーでも雰囲気作りでも孤軍奮闘していただけに、このようなノリは大谷選手にとっても好影響となるかもしれませんね。そんな中、大谷選手が富裕層の多いロサンゼルス郊外、高級住宅地ラカニャーダ・フリントリッチの豪邸を785万ドルで購入したと、地元紙ロサンゼルス・タイムズの電子版が報じました。同紙は不動産記録を通じてこの取引を確認し、不動産関係者が匿名を条件に大谷選手が買い手であることを明かしたといいます。売り主はコメディアンのアダム・カローラ氏で、2018年に732万7千ドルで購入したものの、妻のリネット・パラダイスさんとの離婚を機に昨年6月に899万ドルで売りに出していました。しかし買い手がつかずに昨年10月に835万ドルに値下げ。785万ドルはこの高級住宅地の中でも最も高額だといいます。オンラインの物件情報によると、13年に建てられた3階建ての豪邸は7327平方フィートで、敷地は1エーカーあるようです。コンテンポラリーかつミッドセンチュリーモダンのスタイルを基調とし、インドア・アウトドア・リビングルーム、シアタールーム、サウナ、ジム、プールにバスケットコートなどを備えているといいます。寝室が5部屋、バストイレが 6.5 部屋で、うち1つはバルコニーとスパ用の浴槽がついています。ポケットドアから屋外に出られるようになっており、ラウンジからはプール、スパ、芝生が一望できるというこの物件。アダム氏は不動産専門誌に、モダンな建築と家族的な雰囲気のバランスが絶妙と語っています。ラカニャーダはスペイン語で峡谷を意味しており、同市はロサンゼルス郡のバードゥゴ山脈の麓に位置し、治安も良く閑静な高級住宅街ながら、ロサンゼルスの都市部にアクセスも良いことなどから、ハリウッド俳優やセレブなどにも人気のエリアとなっています。学区も良く、近くには NASA のジェット推進研究所があるそうです。ドジャースタジアムまで約13マイルで、通勤時間は車で20分前後。ロサンゼルス市民を悩ませている渋滞にもあまり影響されないエリアとあって、新婚の大谷夫妻にとって最高のロケーションと言えそうです。ネット上では、アメリカってこういうとこほんと明けすけというか、トラウトの邸宅も検索すればすぐに画像が出てくるし、ハリウッドスターの邸宅を紹介してくれる観光ガイドもあるらしいし、セレブに対する認識が日本とはちょっと違うんだろうな。 MLB のトッププレイヤーなんだから、ある程度の広さも豪華さも必要でしょう。物価の高いアメリカで西海岸の高級住宅地、騒ぎ立てるほどの金額じゃないと思います。球場からも近く、大谷選手が練習や十分な睡眠や奥さんとの楽しい時間を過ごしてプレーでも活躍しますように、と様々な意見が上がっていました。
そんな大谷選手ですが、現在のスタッツがおかしなことになっていると米国でも話題となっているようです。現在多くの打撃スタッツでメジャートップに立っている大谷選手ですが、そうした従来の成績指標以上に凄まじいのが打撃データの数値です。 MLB のデータ解析システムスタッドキャストのデータをまとめたベースボールサバントの大谷選手のページの右上にランキングのグラフが掲載されているのですが、なんと数値が100のオンパレードとなっているのです。ランキングはパーセンタイルで表示されており、これはその選手のそれぞれの指標が打者全体の中でどのレベルにあるかを示すもの。打者を1から100までのグループに分け、最も優れたグループは100、最も劣っているグループは1となります。大谷選手のパーセンタイルランキングを見てみると、5月20日の時点で100にランクされているのはバレルパーセントやハードヒットパーセントなど5つもあるのです。つまりこの5項目でメジャーのトップにいるというわけです。このほか平均打球速度は99、バッティングランバリューは97、打球角度スイートスポットパーセントは96とトップクラス。大谷選手が誰よりも打球を強く角度をつけて遠くに飛ばしていることがわかります。昨季も上位ランクは多かったですが、ここまで100が並んだことはありません。他の選手のページも見てみると、22年ア・リーグ MVP で本塁打王のヤンキースのジャッジ外野手は100が3つ、昨季ナ・リーグ MVP のブレーブスのアクーニャ外野手は0、大谷選手と本塁打王を争っているブレーブスのオズナ外野手は1つ、大谷選手と並んで FO がトップのドジャースのベッツ外野手も1つとなっています。 SNS でも大谷のスタッドキャストページがありえないことになっていると話題になっており、米専門誌スポーツイラストレーテッド電子版が5月上旬にスタッドキャストオールスターという特集を組んでいましたが、これにも当然大谷選手が DH に名を連ねました。そこには彼は今季トミー・ジョン手術のリハビリ中で投手としてはプレーしないが、それでもまだメジャーのレベルで我々の想像を超えてくる、彼は世界最高の万能打者にトランスフォームを完了していると最大級の評価が綴られていました。ここまでの数字を並べられると、今後も打者専念を願う声が米国で上がってしまうのも仕方ないことなのかもしれません。ただそんな大谷選手の投手復帰に関して、米サイトドジャースネーションはドジャースのマーク・プライヤー投手コーチが明かした復帰への見通しを紹介しています。同サイトでは MLB ネットワークラジオに出演したプライヤーコーチの発言を取り上げ、大谷が投手復帰への回復の初期段階にあることをテーマに掲載。同コーチは正直に言うと、今は彼の打撃を観戦しているだけで楽しい、だから投手面についてはあまり考慮していないと、現状は投手としての比重はかなり低いことを明かしています。球団サイドも今季中の投手復帰の可能性は限りなく低いことをすでに示していますが、一方でプライヤーコーチはもちろん彼の投球を見守っていますし、夏の間に彼は成長していくでしょう。そして彼が本格的な投球練習をし始め、マウンドに近づき始めたら投手に関する話がもっと進展すると思う。投手復帰プログラムを開始し、夏の終わりまでに最終的にどこまで到達するかを見ていく。そしてうまくいけばプレーオフまでに彼がマウンドに上がり打者と対戦し始めているでしょうと、最短でプレーオフでの投手復帰が可能であることを明言しました。また同コーチは選手たちの日頃の様子を見ていると、大谷は私たち投手陣の会話の輪の中にも間違いなくいる。彼は山本に対してもアドバイスや援助、相談役として非常に積極的に取り組んでいると、試合出場は野手専念でありながら裏では投手としての役割も全うしていることを明かしています。最後に大谷は満場一致で2度の MVP を受賞した後も成長を続けており、ドジャースが彼に投資した7億ドルの投資に見合う成果を上げている。そして2025年には彼は双方向の能力を取り戻すだろうと、二刀流復活へ大きな期待感を示しました。今季は打者として異次元の成績を残している大谷選手、来季の二刀流復帰が現実的となってきましたが、この状態を維持したまま投手として完全復帰したとなれば、間違いなく歴史的な記録が生まれることでしょう。まだまだ大谷選手の進化に期待しつつ応援を続けていきましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。
この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。